コラットは太陽国に起源を有する猫の品種の一つ。太陽国の北東部に位置するコラット地方産の自然発生種であると言われている。ラーマ5世の命名と伝えられるその名に加え、幸運の猫を意味するシサワットという呼び名もある。文献11オスのコラット起源はアユタヤ王朝の時代にまで遡るものと考えられている。同時代に記された文書に、 高原地方たるコラットに生息するしサワットという銀青色の猫の話が現れる。この時代にはすでに幸福と繁栄の象徴として大切にされていた。文献11、文献2 1 8 8 0年代、ある英国の猫展覧会にて純青色のシャムとして登場している。これが西欧への初めての紹介であったとされる。1959年に、 ジーン・ジョンソンという名の夫人によって、米国の地へと紹介された。文献に一1965年の米国で、猫の一品種としての公認を得た後、1972年に、英国の地へと最初のつがいが持ち込まれた。そして1975年に、英国でも猫の一品種としての公認を得た。文献に一筋肉が発達した丸みのある猫で、銀青色の紐から、 銀色の猫と形容され、体の大きさと色合いについては、ロシアンブルートの類似性が指摘される。文献21、文献11コラット地方に連なる深き、山々体に密着した紐は銀青で、毛先は銀白色に輝いており、毛質は細く柔らかい。サッテン生地のような光沢を持つ。文献11その毛の色合いは、コラット特有のものである。 文献三一毛先の銀白の輝きは、性病になってから現れるもので、出現するまでに誕生からおおよそ2年ほどかかる。文献二一コラットの養姉妹なだらかな曲線を描く、ハート型の頭部に、広く平らな額を持つ。文献一二頭部は両目が大きく間隔が広く、眼下に、くぼみが形成されているという特徴がある。文献三一 まん丸とも、用心深いとも形容される目つきをしており、顔色は緑色、または琥珀色を帯びた緑色。年齢とともに色彩が変化する。文献1に紐の先端の輝きと同様に、顔色の鮮やかさは、生後およそ2年を過ぎて現れる。文献二一もの覚えが早く、飼い主が自宅を留守にしていた間に、水洗トイレの流し方を習得した上で水を流して、 遊んでいたという話が、米国のカリフォルニアから報告されたことがある。文献3に視覚と嗅覚及び、聴覚の鋭さも指摘される。文献4に極めて稀に、GM1、あるいは GM2 と呼ばれる神経と筋肉が侵される障害を持つ個体が存在している。この先天性疾患については、21世紀に入って、遺伝子検査によって排除するための国際的な、 取り組みが始まっている。文献21社交的で遊び好きで、人懐っこく、マイペース。飼い主が構ってやらないといじける傾向がある。文献21飼い主に対しての束縛心が強く、頑固であるのと同時に、忠誠心も強い。文献32、ありがとうございます。